演じなきゃいけないです。黒澤明役って今聞くとすごいですね。どういうことなのって感じ。黒澤明という役をやりました三浦貴大です。今日は、たくさんのお客さんに来ていただいて本当に嬉しいです。俺の名前のプレートはないか。そうか。いつも探すんだけどいつもないんだよな。誰か作ってきてくんねえかな。こんばんは。やっとこの映画を皆さんに見ていただけるということでとても嬉しいです。皆さんがどうこの映画を受け止めてくださるのかちょっと、はい、想像もつきませんが、気に入っていただけたら嬉しいです。楽しんでください。桜庭優役を演じました板垣瑞希です。本当に素敵な僕の本当に大好きな映画にです。本当に大好きな映画なのでいろんな人に届いたらいいなって思ってるのと、やっぱりなんかちょっとこう三浦さんとかにこうなんかねこう立ててくださる方がいるのを見られるちょっと恥ずかしい思いです。よろしくお願いします。アクションシーンが相当派手にあるじゃないですか。はいはい、そうなんです。あんまりアクションシーンやったことなかったので、あれ誰とアクションしたかい？僕ですね。それは覚えてる。今完全に忘れ、あまりにも顔が出てないから忘れられたかと思って。ネタバレかなと思っちゃって。アクションしたぐらいだね。アクションして、アクションしましたね。一緒にいっぱい練習して、もう本当にいい思い出でしたよね。いや本当に、いや思い出作りだったので、本当に思い出作りだった。はい、楽しかったですね。過酷でしたけど、アクションシーン、アクションシーンが見どころです。まとめたな。本当に素敵ですよね。なんか新しいアクションじゃないですか。新しいというかね。そうですね。なんかちょっと見たことない要素、なんかちょっといろいろ混じっちゃったりしますよね。アクションだけど。めっちゃスピード感もある。ああ、そう。一番見返した回数が多い映画だと思うのは悪魔の生贄かな。トビー・フーパー監督。はい、そうですよ。トビー・フーパー監督の悪魔の生贄、なんでそんなに好きかって自分でもよくわからないんですけど、とにかく狂ってる映画でホラー映画ですけど、なんだろう、あまりそういう怖いなっていう印象よりはイカれてるなって。ですごい、例えばご機嫌でお酒を飲んで家に帰ったりとかして、そういう夜中とかにすごい見たくなることがある。なんか私はすごくテンション上がります。あの映画を見ると楽しいです。でもそう考えるとあれですもんね、なるみりこさん映画がとても好きでらっしゃって、はい、まさにそのジャンルの映画じゃないですか。出られてて幸せだったんですか。そうですね、私幸せでも完成作そう完成作見た時は本当にもうすごい盛り上がりました。嬉しかったです。はい。